はい。それでは、連立一時方程式の解の性質と検算ということで、解説をしていきます。まずですね、形状の M 変数連立一時方程式 AX イコール B が以下の解を持つとすると、M 変数ですから、変数ベクトルは K の M 乗ですね。M 次元数ベクトルですね。で、X が X0 プラスパラメータ P1 から PK、k 語のパラメータがあって、XI がベクトルですね。 まあ、こういう形で書けているとしましょうと。まず、性質その1ですけども、この x0 に関してなんですけども、x0 は ax0 イコール b を満たすということですね。それはなんでかというと、p1 から pk、このパラメータを全部0という、パラメータ全部 k の弦を動くわけですから、スカラーを全部動く、数を動くわけですから、 特に0の場合も当然解でないと困るわけですね。はい、ということで、全部0にすると、x イコール x0 は、A、x イコール b の解だということなんで、つまり ax0 イコール b になる。こういうことですね。はい。もう一つの方は、この x1 から xk というベクトルなんですけども、これらは全部 axi イコール0を満たすようですね。全部0を満たすと。これはどうしてかというと、pi で,ですね。pi。i はまあ1、まあ。i は1から n すべてについてですけれども、 ま、これなんでかというと、pi ですね。pi を全部1と、pi を1とこうですね。i に対して、例えば x1、ax1 が0になるのはなんでかというと、p1 を1にして、p2 から pk、それが全部0にするわけですね。そうすると、何が出てくるかというと、x0 プラス x1 が解だと。まあ、一般には x1。 x0 プラス xi が解だと言ったわけですね。ということは a、a カッ x0 たす xi、つまり ax0 たす axi、これは分配法則で分けたわけですけども、イコール b が成り立つわけですねで。ところが ax0 も b なわけですから、これが b なわけですから、axi は何か言ったら、まあ、これ b じゃ困るわけですね。b だったら b たす b で 2b になっちゃいますから、これまあ b が0やったらまあそれでもいいんですけども、b が0じゃないので、axi は0だということになります。 ということで、この2つの性質が、この解のパラメータ表示に現れるベクトルですね。この定数部分と、それからこの PI の係数部分のベクトル、それぞれはこういう2つの性質を満たす。それぞれこういう性質を満たすとで。例えばですね、平面の方程式っていうのは、A を方線ベクトルの点置行列、つまり方線ベクトルはベクトルですから縦に並べるわけですけども、それを横にしたものを考えたらですね、それをまあ係数行列と考えて、 一行のだけの係数行列ですけども、例えば、方線ベクトルが1、2、3だとすると、1、2、3を横にした1、2、3、x、y、z イコール d。まあ、展開すると x たす 2y たす 3z イコール d という、そういう形ですけども、まあ、そういう、こういうふうに書けるわけですね。つまり、まあ、連立はしてないですけど、一応一時方程式なわけですね。はい。で、えっと そうすると、この平面のパラメータ表示は何か言うたらですね、この x イコール a たす su たす tv なんですけども、この a は何やったかって言ったら、あの、平面上の点なんですね。平面上の点っていうことで,で、すね、この方程式を満たしますから、a イコール d だと言ったわけですね。はい。まあ、こういうと一緒、でこの性質1ですね。からもう一つ、u と v ですけども、u と v は平面に平行なベクトルなんですけども、平面に平行なベクトルということは、この u に直行する。つまり a かける u、a る u a る v が0になる。 ということになるわけですね。はいということで、えー、この性質1、性質2は、まあ、平面のパラメータ表示でいうところのこの AUV の持っている意味を、まあ、方程式、代数的に考えたらこう成り立つ性質ということが言えるわけですね。はい、それではこの今やりました連立1方程式の解の性質を使って、計算をすると。 いうことを考えてみましょう。はい。まあ、ここでちょっとまあ問題設定としてですね。まあなんか教員がこの A チルダーという行列を飛躍階段行列に持つような連立一致方程式の解を求めなさいと。こういう問題を出したんですね。そうすると、まあ、言われた通り飛躍階段行列、ここの部分を飛躍階段行列に変形して、で、解のパラメータ表示を求めると。まあ解があるということを確認して、で、解のパラメータ表示を求めるということをやってくれたんですけども、 そうすると、まあ、だいたい解は、まあ、同じような形。まあ、この s と t のこのパラメータのベクトルが入れ替わるぐらいで済むわけですけども、え、それ以外の方法でやった学生も結構いてですね、だからといって全部間違いっちゃうわけじゃないですね。パラメータ表示っていうのは、まあ、無限に正解がありますので、え、まあ、正解があるわけですね。ですから、これをきちっと採点しなきゃいけないと。いうことで、え、教員に代わってですね、この6つの選択肢の中で、正しいものを すべて選んでくださいと。こういう問題ですね。はい。それではちょっと考えてみてください。はい。えー、それでは、まず回答、正解の方ですね。えー、を出してみたいと思います。正解は、この二つということになります。よろしいでしょうか。えー、まずですね、この A チルダーをですね、えー、ケース行列の部分を飛躍階段行列に変形すると、これは、 ここではその100回の行列の形を示しませんけれども、ランク2になることがわかります。ランク2ですね。ランクが2ですので、変数はもちろんこれ4変数ですね。4変数ですので、パラメータは2つということになります。したがってパラメータが1つしかないこの回答ですね。これは、たとえばその先ほどやった性質を満たしていてもパラメータが足りませんから、これは間違いというふうになります。 まあただし、部分点を上げる場合は、これが正しくて、ここの部分を性質を満たしているということを確認すればめ、一応部分点を上げてもいいかもしれませんが、まあ、とにかく正しいかどうかっていう観点で言うと、これは間違いということになります。はい。で、この2つが正しいことは実際ですね、この0410をかける。つまり、この A に0410をかけるわけですから、2列目の4倍と3列目の1倍を足して、この5列目になるということを、まず見ればいいわけですねで。それはまあ簡単で、えー、実際計算すればなることはわかると。 それからこの s と t のこの係数になっているベクトルですね。このベクトルは a、この部分にかけたら0になる、こ左からかけたらロになることを言えばいいんですけども、それには1列目のマイナス1倍と2列目と3列目を足したものが0、0、0になることを言えばいいんですね。で、それは実際、マイナス2、マイナス1、マイナス1とこれとこれを足すと、この2つ足すと2、1、1ですから、これマイナス1倍ですると足すと0になるわけですね。 同じようにこれもマイナス二倍、マイナス四マイナス二マイナス二と、マイナス一マイナス二マイナス三で、マイナス五マイナス五マイナス七ですかね。ちょっと違うかな。マイナス五あ、マイナス5、マイナス4。こちら二倍ですから、マイナス五ですね。ということで、これ五四五足すと、一ゼロになるということで、これ正しいと。で、同じようにこちらの方もですね、マイナス2、3、1、1ということで、 このベクトルは実際この0410とこれを足したものになっているんですね。マイナス2311と。いうことなんで、このベクトルは解の一つである。ということで、ここの ax0 の x0 に当たる部分としては正しいと。で、さらにこの部分に関してもですね、この部分は ax0 イコール0を満たすかどうかっていうと、これとこれを足すとですね、マイナス3011になるので、これ成り立つはずなんですね。一応確かめてもらってもいいんですけど、 この二つのベクトルの割になってますから、というのはどうしてわかるかというと、ここは1,0でここは0,1ですから、ここの部分だけ見れば、このベクトルは、これとこれ足したもの、1倍1倍足したものになっていくるとすぐわかるんですね。はい。まあ、このパラメータ表示の、まあ、標準的な形のパラメータ表示の場合は、ここの1,0と0,1とこうパラメータは1個だけこう出てきてますから、ここの一時結合、どういうふうになっているか。で、これなんかも、これと、 これのマイナス1倍は足したものになっているはずですね。そうするとマイナス1の2の1のマイナス1となってますね。ということで、これは正しいということがわかるわけですね。今の説明よろしいでしょうかここの、こことここの、まあ、st でこの形で書けるこの部分ですね。この部分は st をいろいろどう変えてもですね、ax イコール0。ね。政治方程式の部分をこう満たす方程式の解が出てくるわけですね。だからこれが、その、 ここから出てくる回の二つで、こう、一方が一方の、ま、定数倍でないようなベクトルですね。え、これがもし -3011 とこれが30-1-1とこれス -1 倍とかだったら、これパラメータ表示としてまずいわけですけども、まあ、あの、平面で言えば直線一本だ分しか表してないっていう感じになるわけですけども、まあ、これは、あの、ちゃんと平行、平行というか、え、スカラ倍じゃないので、え、ちゃんといけてると。まあ、これは後期に一時独立という言葉を使いますけれども、 まあそういうようになっているということで、まあ、この二つは一応正しいと。はい。で、それがどうして間違っているのかということですけども、まずこ、これですね。これ ax0 イコール b。まあ、ここの部分は正しいわけですが、これも正しいわけですけども、1300かけてもですね、こことこれの3倍足してもこれも明らかに000にはならないですね。はい。で、こっちの部分はこれのマイナス1倍なので、これは正しいんですけども、こっちの部分がダメなので、これはダメということになります。 それから、この部分は、1301っていうのは、あの、計算 A にかけてもですね、B にならないので、これダメですと。まあ、この部分は、ま、正しいかもしれませんが、正しいですね。正しいんですけども、この部分はダメということになります。で、これはパラメータが不足していますと。で、この部分は、X0 イコール B の方は、1301は、ま、正しいんですけれども、いいですね。これ、これを3倍して570になるっているのは正しいんですけども、この部分ですね、マイナス2マイナス1で、これいいんですけども、こっちの方はダメですね。 01万。だから、こっちは OK だけど、こっちはダメっていうパターンですね。はい。ということで、このようにですね、あの、パラメータ表示、パラメータの数と、それからそれぞれこの定数部分と st のパラメータの係数部分のベクトルが、それぞれが ax0 イコール b、axi イコール0という性質を満たしていればですね、方程式の解として、パラメータ表示として正しいということが確認できるということですね。